Kチャンネルです。今日紹介するのはですね、こちらでございます。トラスコっていうところのマジックバンド、要するにですね、配線とかの結束するバンドになります。それでは早速開けていきたいと思います。はい、それでは開けていきます。ビニール破るだけですね。はい、開けれました。こんな感じですね。ここがマジックテープみたいになってるんですね。こちらはですね、色はオレンジだと分かるんですけど、ここの幅が1センチですね。あと3メートル、全部で3メートルあるんで、その必要に応じて切ってですね、使う形になります。それではちょっと、一つケーブルを結束してみたいと思います。はい、こちらですね、USB で充電するコード、あるいはデータを転送できるコードなんですけど、ここがライトニングケーブルで、外すと普通のマイクロ USB になるという配線です。これ私いつも持ち歩いて、使ってるんですけど、これはまだ短いんでですね、そんなに結束する必要もないんですけど、これをちょっと束ねてみたいと思います。これぐらいだったらですね、これぐらいですかね、4、5センチでいいんじゃないかと思います。こういうふうに切って、あとはこういう感じで配線を折りたたんでですね、ここで結束するっていう形ですね。こんな感じで、使っていく感じです。はい、それでは次にですね、パソコン周りの配線をきれいに直していきたいと思います。はい、これがですね、私のパソコンの足元にある配線、ぐちゃぐちゃでございますね。これをですね、ちょっと、きれいにしていきたいと思います。それではせーのドン、こんな感じになりました。基本的に配線が多いんでね、なかなかきれいにはなりませんが、以前よりは良くなったんじゃないでしょうか。あとですね、パソコンの上、こういう配線も止めてみました。以上、今日は、配線を結束するマジックテープの紹介でした。じゃあにー。